投げ技も欲しかったねえな。ね、エドとかバイソンみたいな感じだよね。そうね。これこいつ使おうかな。いいじゃない。バイソンつまらんつまらん言われるで。あ、そうなんだ。やっぱでも自分でやっても思うわ。あれは。え、あ、本当に。つまらんと思う。V トリガー1だったらそんなことないよ。1、あ、1って何？ラッシュ？ラッシュ、そう。うん、たまんぬけど。あの、2はやっぱ、待ちキャラになっちゃったから、つまんないよ、あれ、うん。だってめちゃくちゃ 体力差があってさ、うん、体力差ができるじゃん、バイソン減って。うん、でみんなさ下がろうっ って下がる時もあるじゃん、うん、でバイソンさ毎回粉付きで毎回いけるじゃん V スキルつけて、うんうん、でその V スキルを咎めなきゃいけない、勝ってんのにちょっとリスクしまなきゃいけないじゃん、うん、下がれないっていう、うん、なんかかわいそうだなって気になる。本当はバイソンが行かなきゃいけないのに毎回、いやキャラ変えようか、うん、オジリーグに間に合うじゃん今だったら。次のオジリーグ多分間に合うね。ね、次のオジリーグ黒人バイソンで行ってもね、ねてか思ったけどちょっとかわいそうだったね、うん、バイソンはね。じゃあ黒人チュンリーとか黒人キャミとか意外性が、いやちょっとやりたくない触りたくないね。でもこのなんていうのこのいいね、このキャラはね。11月なんでしょ。あ、ちょっときついかな。間に合わないんじゃない次のオジリーグ。間に合わないね。いいじゃん、まあ、オロで黒人オロ。あ、オロ、いや、オロはね、俺、本当に嫌いなんだ、オロ。似合わねえ。マジで嫌いだったからね。うん。竜やればいい、竜。あ、竜は結構ありかなと思うね。いいね、黒人竜はなんか盛り上がりそうな気がする。竜は結構、本当好きだったから、うん、しかもやっと。スト4でね、やってたしね。楽しそう、竜は。黒人竜、楽しみだな、じゃあ。でも、竜はちょっとありかなと思うね、実際。バイソンがまた変わんなかったね。変わって、バイソンがまたマイルドになったら別にバイソンでいいと思うけど。バイソンね、いや、俺、弱くなるはかなり50%以上あると思いますよ。なんかみんな言ってるからね。うん。みんな嫌がってんだな。ダストは変わるんじゃないのあれ。ダストはマイナー4だと思うけど、多分コナのフレームが強くなる。コナのフレーム伸びるのと、ダストめり込むようになるとかなんかありそう。いや、でもそしたらユリアも、ね、強ダストもマイナス4はちょっとおかしいと思うんだよ。うん、そうだね。いやだから中ダストは打つけど、大ダストは打たないから別にいいっすよ。中ダストマイナ5、大ダストマイナ6は。てか大ダスト打たないもんだって。ああ。打たないから別に、しかもヒットバックが弱よりないんですよ、うん、中と大が今。弱の方があるのね、実は。どういうことあの、ガードバック。ガードバック、そう、ガードバックが。うん。だから中とかの方がめり込みやすいのよ。あ、でも距離じゃん、それは全部。あの弱だったらスカルのに中来て半角もない呼んじゃ取れないってキャラ結構いるから、うん、まあその距離もそうなんだけど、中ダストを先端でやって弱ダストを先端でやると絶対中の方が近いんだわ。これマイナー5だったら半角入れやすいよね。確かに入れやすいね、うん、そう、ちょっと強すぎるよね今。まあ強いのかな、わかんない。いや強い、だってみんな言ってるでしょみんな調整入るだろうって言ってんだから、それは強いでしょ。うん、でも粉が強いだけな気がするんだけど、ダストが強かったら、じゃあ前今まで何だったの8なんじゃん。今までだって今まで誰も文句言ってなかったんだよ。いや、それは多分弱、あの全体的に弱かったからでしょ。ダストが強くなったから強くなったんじゃないの。いや、コナーでしょ、強くなったのは。ダストじゃないでしょ。ダストもだし、コナーもじゃない。ダストはだって強くなったって言っても、中ダストに対して、うん、今までさ、その下がられたら何もできないキャラいたじゃん。こっちためがないから。だから下がるときに中ダストで少しでも触りに行くみたいな話があって、それが攪拌ついてたから、もう中ダスト打てなくてみたいな感じだったじゃん。ちなみにチュンリーはあれ、マイナー4になったの相当痛いね、中ダスト。チュンリーはね、チュンリーはね。あ、でも、てかそもそも中ダスト先端で毎回 EX100 列かくるってちょっとやばいと思うけどね。いやいやいや。こっち前に行かなきゃできないのに。でも結構むずいんだけどね、中ダストか弱ダストとか判別すんの。簡単じゃないよ。いや、中と大、あの、目の前でしょ、うん、距離でわかるじゃん。まあ、遠ければね。遠ければ分かる。で、遠くなったら、うん、遠くないと中ダスト打たないし、そもそも。うん、あれで毎回攪拌は、てか、まあ、チュンリーだけだったんだけど、あれ攪拌あったのは。うん。やばいな、これと思ってたから。なんもできないじゃんと思って、うん、まず歩けねえのに、こっちと思って。うん。で、歩いたらって、こっちため技ないから、必殺技は出せないから。で、今は粉があるから、歩いても地上戦ができるようになったんだけど、だから別にダストじゃないと思うんだけどね。ちょっと粉がやばいと思うね、粉が。いや、両方やばいっす。俺もやばいし。ああ、両方やばいっす。うん、やっぱ、あの横の年、横の圧はやっぱダストじゃん。ダストがあるから動きづらいし。まあ、ね、でも。だってまずさ、V スキルのモーション、もう全体フレーム短いのに、あれ、ため出しで出せるのがやばすぎる。それは結構あるね。うん。前歩いてきて、ボラーとか抜けるから、はぁ、うん、って。
タメ側だから半分になるところの方がいいだろうね。あそうするとてかタメを毎回作んなきゃいけないんだったら多分今までと変わんないから地上戦できないんだよ。ぶっちゃけ歩いて下がってすかしてなんか入れるとかできないからさ、あと歩いてって差し返すとかができなくなっちゃうから、今それができるようになったからすげえ面白かったね。地上ができるから。いやけどガイルも前に歩いたらソニック打てませんよ。だからバイソンは別に他が弱いじゃん。そのガイル話が全然違うくないそれ。ガイルが強いのは別のとこでも強いわけじゃん。だから歩いたら何もできないじゃん。じゃあバイソンって歩いたら本当何もできないじゃん。ホンダどうなんだ。ホンダはホンダだってそういうキャラじゃないの。それ100巻も強いし、ホンダが前に歩いて頭突き来るんですよ。でもホンダ歩き早いし駒投げあるじゃん。別にたくれるじゃん。別にしかも大パンも強いし百列も打ち切っていいし、歩き速いっつっても別に倍速もそんな変わんなくねえか。うん、あんまり変わんないと思うな。いや、ホンダ歩きは速いでしょ、ホンダ歩きは。まあ、倍速もそんなに速くない。そんな遅くないでしょ、だって言って。倍速普通じゃない？倍速でも、いや、多分、倍速、いや、歩きは遅い方だと思うよ、倍速。わからん、普通かな。いや、でも絶対遅いと思う。でもさすがにさ、あの、中頭突きがマイナス4だったら強くねえか。強いと思う。強いと思う。同じようなもんだろ。でも、置けばよくないですか、だから。垂直にも全部入るし、いやスマッシュあるじゃないですか。大陸届かないですよ。いや届くよ。だってプゲラほぼ落としてきますよあいつ。それは多分そのトンネル位置がある。だから中ダストの先端で飛べってことでしょ。いやジャックダストでしょ。ジャックダストの先端で飛ぶってこと。ジャックダストは下がるか、やっぱ、うん、いや先端じゃないな。別に先端は下がればかわせるんで、下がるかあの踏み込みでしょ。で中ダストの先端で、うん、それあのと中ダストの先端は飛べば別にスマッシュ届かないです絶対。いやそんなとこ飛ばないよ。垂直見て粉巻けばいいじゃん。そしたら安全に食べられますよ。だから むしろ離れたら粉巻くんですけど、で中ダストはめり込むじゃん。スマッシュってあれ昇竜コマンドでしょ。昇竜コマンドです。こっち下がられたら垂直させないもん。ただ、まあ、やってみれば分かると思うけど、うん、めちゃくちゃ発生遅いんで。発生いくつぐらいな、スマッシュ10とか11とか。でもプゲラーはかなりほぼ落としてきますよあいつ。でも多分それサンちゃんやってみれば分かるけどできないよ。かなりむずいよ。いやいやプゲラーはできるんで。できるでしょやろうと思えば。まあじゃあやってもらえればいい。だプゲラーしかできないですよあれは。いやいやだってさっきあなた言ってましたよね、難しいけどできたらダメでしょって。そうなんですけど、ただまあそれは言ったんですけど多分マジでできないですよあれ。プゲラーはけど難しいかもしんないよ。でもプゲラーはやってます。以上です私からは。いや確かにやってんすよあいつは、うん、あ、でもあれはね俺やってみたけどできなかったね。あれはいやむずいよね多分。むずい。あれは絶対できない、うん、俺はできなかった。練習してもできなかったね。であいつは前ジャンプにも落とすから。そうだね。中スマッシュはマジであいつもできてないと思うんだけどな。できてんのかなあいつ。弱スマな気がするんだけどな。あいやでも全部か分かんないけど結構普通にスマッシュで落とされて EX サスト食らったことあるよ。あそれは中だね絶対。うん、まあ、とにかくバイソンは強えよ、うん。いやバイソンは、まあ、最強ランクなのは多分間違いないです。それはもう多分満場一致なんで。そうなんかな。なんか使ってるとそう思わないんだけどね。ユリアンとかきついんだけどね。どう考えてもどの技も性能強いもん。だって、いや普通のキャラ大体5キャラぐらいはきついキャラいるんですよ。違う、ユリアンの方が強いと思うけどねって意味ね。まあユリアンもそこそこ強いけどね。ユリアンの方が絶対強いけどね、うん、バイソン。だって性能が全部違うもんだ。ユリアンそこそこなんで。いやそんなことないでしょ、絶対トップティアでしょ。いやそこそこ、まあ、トップティアだけど、まあ俺の評価ではバイソンと、キャミとあとメナットの方が高いです。その3キャラが最強かなと思ってる。中枢まで上半身無敵ないです。無敵はないです一切。あ対空の機能じゃないんだ基本。対空、いや、うん、そういや対空ですよ。対空伸びきってたら一応大丈夫。あの上に判定が強い技。そうそう、やられ判定が少ない。上に伸びきってれば。はいはい、ホンダの頭突きとかってさ、上半身だけ無敵じゃん。対空に対して。そういうのはない。そういうのはないです。そういうのないんだ。ないです。だから、13フレ成立させれば、対空性能があるって感じ。いやそうね。逆に言うと、バイソン、そんなすごく評価高いんだね、サンちゃんからすると。いや、サンちゃんが違う。みんなですよ。みんなで言ってますよ。コクちゃんだけだよ、そんなに。そんなことないよって言ってんの。そんな大して強くないって言ってるの、初めて聞いた。いや大して強くないとは言ってないよ。俺トップでは絶対ないと思う。強くなったけどトップではないと思うけどね、うん、俺はユリアンとかキャミーとかの方が絶対強いと思ってるから。メナトはよう分からん。メナトは、メナトはよう分からん。まあメナトと、まあてかキャミーが多分まあ最強でも、うん、最強なのかな、まあ、まあバイソンよりは多分簡単に勝てると思ってるから。メナトが、ああごめんごめん、メナトじゃねえわ、キャミーが。
すぐ勝てると思う、あのキャラは。バイソンは結構さ、強くなるまでに大変だと思うのね。なんかけど、キャミーもなんかストライク難しそうだけどね、うん、やっぱ隙がかなり強くなったからね。でもまあ歩き早いか。まあ別にストライクが強いわけじゃないから、キャミー。まあまあそうだね、地上も歩き早いし、牽制も強いし、確認できるし。しかし、あの長さでキャンセルかかるの終わってんだろ。やばい。まあね、やばいね。で、置き詰めついてくるから、チュンリーはつかないので、キャミーはつくんですよ。上からしかも軌道変化あるし、昇竜釣れるし、ね、昇竜拳持ってる、サンフレも昇竜あるしね、火力やばい、タッチ終盤強いしね、うんうん、チュンリーの上位互換です、キャミーは多分。リーチがちょっとチュンリーの方が長いぐらい。まあ弱くなる、全然あると思うな、バイソンは。でもみんな言ってたね、あとコナーのね、上半身にね、やられがね、少ないらしい、判定がない。だからあれが飛んでっても、なんか姿勢が低くなってるらしくて、それがおかしいって言ってたね、みんな。あ、それは多分変わるだろうね。俺それし、俺やられた方がないから分かんなかったんだけど。やばい、今ね思いついた、コクちゃん。はい。どんだけバイソンが強いかってことを証明する一言がありました。何？今トキドが使ってます、バイソンを。使ってるね、トキドは。どうですか、弱いキャラ使わないもんな今。弱いキャラ使わないね。ユリアン使ってるトキドがバイソン今使ってます。練習してる。いや知ってるよ、シュートとずっと練習したの知ってるから。シュートも使ってます、ちなみに。シュートも使ってますね、うん、ユリアン使いのシュートが。ただバイソンってそんな強いのかなと思うけどユリアンのが強いと思うよ俺は。流星も使ってんね。あ、流星も。てかユリアン使い全員バイソン使ってんだ。あ、つか俺あのオジリーグ前に流星のバイソンでやったんだけど、詰まされた。でユリアンには勝ったんだよね。ユリアンには勝った、あいつバイソンの方が強かった。いや絶対ユリアンの方が強い。100% ユリアンの方が強いけど、あ、こいつメインバイソンに変えたんだと思うぐらい強かったね、あれ。1回も勝てなかったね、結構やったけど。じゃあ5強入ってんのかな。いや5強は絶対100で入ってると思います。そうなんかな、3強かなって俺は思ってる。しかもあいつが勝ってるしな、プゲラもな。プゲラ勝ち、だから下手したら今一番強い可能性あるよ。プゲラ？うん。それはなくない？総合力ね。いや、かなり強いと思う、プゲラ。いや、むちゃくちゃ強いんだけど。うん、うん。しかも、そのバイソンが強くなった瞬間、急激に勝ちまくりだから。でも、川野が優勝したしね、結局ね。まあまあ、その1回だけの大会だったらそうだけど、その何回か前はプゲラがインテルかなんか優勝してるよね。いや、それはだってトーナメントじゃん。7先で勝ってるじゃん。さすがに7先とか長いやつで勝ってたら、まああれか、3先かでもあれ、予選であいつを最初は3先ね、最初は3先、3先か。俺プゲラ今上から3番以内に入ってそうだと思うけどな。でもそれぐらい勝ってるよね、100連勝とかしてるもんね、うん、あいつね、100何十連勝とかしてたね、うん、してたよね、うん、100何十連勝できるキャラってやばいね。やばいよ。しかもサンちゃんがだって、プゲラきついとか言ってたもんね。まあけど結構やってないけどね、もう半年近くやってないけどね。いや言ってたじゃん前は、半年前は。そうだね、そうね。俺からして、うん、サンちゃんに勝てる気しなかったから、これ何がきついんだと思ってたから、どうやってやってんのプゲラってすげえ見たかったもん。うん、で見たけど探したけどなかったけど、うん、これでよく勝つなと思って。まあ今やっても多分負け越すと思うよ。ああ多分準備不利です、ね、あれ。へえ、まあ、もう俺からするともううわーきついって。あんだけかさあ、バイソンお客さんだったのに不利になるってどんだけ強くなったのって話じゃん。なんコナだよね、対空とね、多分ね。いや、まあダストもだし、コナもだし、てか、うん、ダストもだとダメージも上がってるしさ。てかね、そう、まあ、まあ、それ10点しか上がってないから、あれなんだけど、うんうん、コナがあるから前に行かなきゃいけなかったんだよね。だからダスト食らいやすくなってんだよね。それがあるよね。だからやっぱコナだと思うんだよね。うん、あれって何、アップデートでそんな強くなったの？いや超変わりました。もう別キャラぐらいに強くなりましたね。そのコナが何が変わったの？コナが追加されたんだっけ、あれ？いや、コナあったね、元から。あったんだっけ、うん、元からあった。だから、コナの発動条件が増えたんですよ。あー。弱、ワン、ツー、スリーから発動できたり、弱スマッシュから発動できたり、うん、みたいな、うん。うん。その発動条件が増えたから、みんな、みんな、てか、それじゃないんだけど、それで、プゲラとかがもう元からもう短波バイソンでやってたの、あいつは。うん。スマッシュとかやって、で、コナ振ってとかでやってたんだけど、うん、でも今それキャンセルコナができるようになったから、うん。あ、俺らでもできそうじゃんみたいになって、うん。で、しかもプゲラが勝ってて、っていう感じじゃないかな、多分。元からコナはあったから。てか、短波がね、
クソ技すぎてやばい。まあちょっと間違えると減るからね。短波削除でどうですか。俺は全然大丈夫だけど。マジで短波がなきゃいけるんだよな。全然俺は別に何でもいいんだけど、うん、突進技ある、玉だけ強い、火力ある、対空強い、短波で気候圏抜けてこられるのが困るって感じで。そうっすね。しかも食らうと大体あの長い時間貯めてることが多いんでやばいっすよ。ヘリ半端です。いくらリードしててもな6割7割減らされて死んだりとか。短波一発で短波攪拌はどうなんだろうね。短波攪拌でいいと思うわ。あんのかな。レベル1とか2とかでも攪拌ないの、うん、マイナス2。マイナス2っす。いいですね。終わってんな。終わってんすよ。で無敵あるし、弾無敵か。あ、カウント進むと打撃無敵もつくんだっけ。あれ打撃無敵は60秒で、あ60秒でしかつかないんだ。60秒しないと何もつかない。レベル4から上半身だけすかしやすくなるから、うん、上半身無敵もつくのかな。いやつかないと思うけど、つかないと思う多分。やばいよな。完全無敵。でも完全無敵だと半分減る。え、一発で。いやだってファイナルだもん。だってじゃあ7割8割ぐらいは余裕で解けるんだ。ファイナルからトリガー、ファイナルから跳ね返、ファイナルだけ跳ね返ってきて、うん、そっからそのダストスパコンで7割8割消し飛ぶね。それ完全無敵でしょ。しかも完全無敵で、その後来るときはもう判定はないからね。やられ判定が。え、じゃあさ、昇竜の隙とかに決めたら一発で死ぬの。半分減るののカウンターで600ぐらい減るよね。あ、減るんじゃない。多分やったことはないんだけど、うん、多分ワンチャン減るね。すんごい減るよ、カウンターで。しかもクラカンじゃないから、カウンターで、うん、跳ね返ってきてダスト SA とかやったら、いや多分ワンチャン5期だったら即死じゃない。即死ある。うん、しかもさ、ためながら戦えるのがね、それが強いね。うん、全てを持ってるな。飛び道具ぐらいですか。いや、飛び道具ぐらいじゃないの、本当。違う、めくりも勝利もねえから。めくりはいらないじゃん、だって。いや、いるって、このゲームは。そんな飛ばないでしょ。俺も飛ばないわ、全く飛ばないよ、心理。じゃあ、バイズやってみ、画面端って死ぬから。逃げれないんだって、本当に。画面端行かないように、マジで戦わなきゃいけないんだ。行ったら、本当死ぬから。出れないんだ。バイアス画面あるじゃないですか。そんなホンダも一緒だよ、お前。いや、ホンダは EX100 巻あるだろ、お前。EX100 巻、EX100 巻8000、8フレだぞ、お前。いや、8だとまだいいわ。EX だと9フレだぞ。画面端行ったら全員死ぬよ、このゲーム。別にけど、まだめくりとか飛びとかあるじゃん、攻めていったらさ、とか。こっち、めくりよ、そんなの。後ろからあれだよ、投げ、重ねられて前ジャンプして、後ろ、トンネルところ、後ろからコパンでこづかれて、下をダッシュでくづかれて、うん、画面端継続よ。まあ、それは全キャラそうだよ。いやいや、めくりがあるキャラコパンで後ろから殴れないじゃん。いやいや、落ちます。その投げの距離だったら全部落ちます。え、投げ重ねて前飛びにコパンでめくられるのが嫌だった話でしょ。あ、そうそれ落ちるよ普通に、どのキャラでも。あ、そうなんだ。うん、一緒っす。画面端はきつい。みんな画面端はきつい。うん、ホンダで画面端追い込まれてみろよ。へえ、死ぬぞ。いや、チリだってきついよ、画面走ったら。いや、いや、でもまだある。3フレもねえんだぞ、こっち、3フレも。いや、だから、でも EX100 巻があるから。そうでしょ。やっぱ EX100 巻やって、マイナス2になるけど、うん、入れ替えれるってのはでかいよ。だそこまで距離が離れてくれればね。うん、絶対でかいよ。だって、しかもスピーバーあれば別にね、無敵あるし。うん、マジで画面端は本当めくりないの、本当きつい。ちょっと離れて前ジャンプして、あ、これめくりの軌道とかでももう関係ないからね。後ろから絶対殴られるから。てか別にバイソン飛ばなくていいじゃん、だって。で、画面端どうすんのじゃん。いや、画面端はまでいったらなんとか、まあ、みんなそうだから、それは。だけど画面端行きづらいキャラじゃん、その分。まあ、押しやすいよね、確かにね。だってコンボ入れたらさ、半分とか7割ぐらい画面運ぶんだよ、あなたのキャラは。コンボ？そんうん、エアのなんか粉からバンバンバンのあと EX 出すとバンバン半分戻される。ああ、そう、粉からね。あ、そうだね。うん。半分戻される。そんな時はいなくない？てか下手したら2回 EX 出すと当たる時ない？なんか。EX 出すと発動からだったのね。ああ、発動からだったんだ。いや、EX 出す、いや、EX 出すを、あの、が当たって、うん、EX 出すのドロロンドロロンから EX 出すとは入るよ。うんうん、で、バイソンのところ、ダストが超速い突進技があるから、前に詰めるのが難しいの、うん、そもそも。それはある、それはある、全然。で、ようやく画面端行ったーって思ったら、コンボ食らって画面半分戻されるんだよ。そうだね。
うんうん、でバイソンまた下がる大丈夫。前に歩くのがリスクあるんだよなバイソンには。だからダルシム戦みたいな感じ、ズームパンチいつ飛んでくるか分かんないのに前に歩かなきゃいけないっていう状況よ。うーん、まあため技だからね、そんなこと。ただこの血はやばいけどね、うん、もう追い込まれたらコパン EX ダスト打って押しますよね。だってうん、3フレだで。3フレじゃねえよ、4フレだ。まあ、シャガコパは4フレっすね。あの、タチコパは3フレでキャンセルかかんない。あ、かかんないのか。タチ OK ね。EX 100巻8だよ、8。なんかキャンセルして出すわけでないし。EX 100巻俺、マジで性能いいと思うよ。まあ、いいっすよ。いや、EX 100巻強いと思うよ、うん、それは。端から逃げるのに使うのは難しいよ、結構。でも使ってるでしょ。使うけど。よく使ってるでしょ。もういっぱいいっぱい。よく逃げれてるでしょ。よく逃げれるでしょ。まあ、じゃ前ジャンプも一緒だよ別に。いや前ジャンプはやっぱ対空されちゃう。EX 石管はやっぱできないもん。やっぱ上りに判定あるから。EX 石管ってめくりガードされるとマイナー2でしたっけ。マイナー2です。マイナー2、あー、うん、強いですね。強いでしょ。で上りも判定があっていきなりマイナー2になって、でも入れ替えれるから俺は。けど無敵ないんだっけあれ。投げ無敵もねえんだよこっちは。飛べやいやん。いやだとんでも意味ねえっつっただろさっき。後ろからコパンで小遣われて。落とされていいなのか。いや落とされてまた入れ替わるんだ。また一緒なんだよ。画面端なんだよ俺一緒。でも昇竜拳とかあればこっちがコパンを起き上がりに押せるんだよ。まあそれ本出すからわかるでしょ。無敵がないから。昇竜拳ないのはきつい。でしょ。きちいんですよ。だからこれってか正直 無敵技ないのはさすがに俺人権ないと思うからね。うん、無敵技もなくて。そういう状況なのにめくりもないのに今最強ですよ。他どんだけ強いのかっつ。だから、ね、そのコナが強すぎなんですよ、多分。強すぎっていうかね、うん、嫌われすぎてる。コナがちょっと確かに強制力が強すぎちゃうんだよね。ため出しがやばいんだよな。ため出しとあと、うん、もうなんていうのコンボになっちゃうじゃん、うん、あれコンボはいらなかった気もするな。ラストでダウンで終わった気がする、ね、うん、あその後当たるのがやばいってこと。そう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 、うん、だコナダストは別に俺なんでさすがに地上がマジできないんだ本当に。 EX スマッシュしかできないから確認ができない。それしかコンボができなくて、うん、それでコンボになるからうざいでしょあれ。しかもコンボになってもう一回コナじゃん、うん、あのループ性がうざいだけで。だから多分コンボにならなければいいんじゃないかって気がするけどね。コナで終わり、コナダストで終わりみたいな。で次のコナやっちゃうともう次の置き攻めされちゃうみたいな。置き攻めとか入れられちゃってみたいな。あ、じゃあダウンしないってこと？いやダウンはする。ダウンしないでもいいかな。ダウンしないでプラス2だったらいいかな。ガードで？いやいやいや、じゃあヒットで？ガードはプラス2じゃん。うん、ヒットでプラス2ってこと。そう。けどそうするとガードするとマイナスになっちゃうよ。そうだよね、大体ね、作り方がね、うん。だからダウンでいいんじゃない？けどダウンだけど。バックステコーナーとかできちゃうよ。いや、だからそれが間に合わないんだって。いやでもそれ無理じゃない。だそうするとあの全体フレーム長くしないといけないから間に合わないようにするには。そうするとガードするとだからあれじゃない、そのコナーを隙がでかくするとか、うん、ああコナーの隙自体をでかくするの。そう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 。あでもそうするとあれか、うん、今さスマッシュやってコナーやって前出して、いやスマッシュコナーはねほぼ確定なんだわ、絶対できるんだ。 EX ダストコナーは結構怪しいキャラもいて、でホンダなんてだって EX100 あの続きあったら絶対できないですよホンダは。コナはいや間に合うんだ。あ間に合う、どこでも間に合う。結構間に合わないけどね。なんかなんだろう、出されたら頭突きやるようにしてるけど、なんか割とガードされるね。反応が間に合ってないのかな。リバーサで出てます。どうだろう。あねコナ出すとリバーサでやれば間に合う。コナ出すと、うん、ジャック出す、いや間に合った気がするけどね。ホンダコナ出すと出すとは間に合わなかったかな。なんか全然あの何でもないとこで出されたやつとかは結構間に合うけど、なんかやられた後の粉は結構間に合ってない気がするんだよな。で通常からの EX ダスト追撃だとは確定しなくて、弱ダスト追撃は確定した気がするけどな。だその追い打ちができないでいいと思うんだよね、うん、だ粉は当たるったらダウンで、バイソン置き攻めするみたいな感じ。それでもまだ全然強いと思うけどね。それでもまだ全然いけるような気がする。だ通常でもう一回押してまた粉がめんどくさいんじゃない、多分スキルループがいる。そうそう、それがね結構ね多分ムカつくポイントだし、一生それじゃんみたいな感じで思うから、相手が離れすぎちゃうと隙が少ないからすぐコナ巻いちゃうし、さそのコナの時代の隙をでかくして、なおかつ判定もでかくして、
当たっても追い打ちできないだったら面白いと思うんだよ、ね。まあ、EX だけは追い打ちできるぐらいじゃない？多分 EX だけは追い打ちできていいと思うんだけど、俺は粉ダストからダストスパコンが中パン中ダスト粉ダストがね半分ぐらい減るんだわ。ちょっと減りすぎなんだわあれ。やってて思うんだけど、これちょっと減りすぎじゃないかなと思うんだけど、しゃがみ中パン当たって半分消し飛ぶんかと思うから、やばいねそれは。ちょっとあれ減りすぎなんだわ。まあ、半分は減らないけど、400ちょっと減るんだけど、ちょっと減りすぎじゃないかなと思うから。だから粉ダストやるとキャンセルスパコンしか出せないとか。さすがにアップで入ったらバイソン上手くなると思うけどね。まあだろうね、多分ね。みんなそう言って言ってるし。何が問題かって、バイソンみたいなキャラが強キャラなのが問題なんです。うん、つまんないじゃん。トシキュアみたいなキャラが、うん。すごいね、バイソンってあんだけ弱かって誰も文句言わなかったのに、ちょっと粉がついただけで。弱くなきゃダメなんですよ、ああいうキャラって。あまあでもそれはそうかな。確かに売る方でもつまんなかったもんな、バイソンは。あ、なんつうの、普通、弱い必要ないな。別に最強バイソンとかバルログだったらどうすか、そのゲーム。まあスト2がね、それだったよね。バルログ最強。スト2は強かったですね。評バルはクソだったね、あれね。つまんないでしょ、そんなゲームだって。まあ、あれはつまんない。だってガールさせて有利で、投げたら3割5分でループとかって、ちょっとさすがに強すぎたね、これ。じゃあ、あれは終わってんだけど。いや、男らしく戦ってくるキャラだったら俺は別にいいと思うんだけど、男らしく戦ってないからね、今、バイソンが。バイソンが別に強くても俺は全然いいと思うんだけど、ただ男らしく戦わないんじゃ下がって強いって感じじゃん。だからつまんないと思う、それは。そうなんだよね。火力もあるし、立ち回りも強いみたいな。火力はコナのおかげでむちゃくちゃできちゃったからね。それは本当まずいよね、あれは。だから、追撃できないは結構面白い気がするけどね。弱、そのノーマルは追撃できない。EX だけ追撃できるでいいと思うよね。まあ、EX っては運びすぎちゃうから、だいたい画面走っちゃうから、そのコナ負けないのよ。画面端近くだと確定だから、だからコナ負けないから、だから逆にちょうどいいような調整だけどね。で、EX サス当ててもぶっちゃけ置き攻めはできないから、こっちまだ。コナいらないだろ。ん？なし。なし。コナなし？でも V スキルなくなっちゃうから、どうすんの？モーション。もう違う V スキルに。もう心眼でいいじゃん、バイソン。いや、無理じゃない。いや、俺、心眼は、1フレ発生だったら欲しいよ。いや、それは無理だろ。それは強すぎるじゃん。1フレ発生はもう、え、あの、ギルって1フレ ?2 フレ、いや、2フレか3だかだったはず。いや、3はない。絶対3はない。ない。竜が3か。確か2ですね、あれ。2か。あ、2でいい、2でいい。2だったらいい。欲しい。だって、無敵技と一緒の感じで割れるんだから、マジで欲しい、当てみは。まあ、確かに強すぎるか。いや強すぎないけど、強いよね。ブロッキングと一緒じゃん。クロスカウンターでいいじゃん。あ、いいね。ダートリーっぽく。上半身しか止めらんないやつ。2フレで？3です。3。いや、3だったら EX マッシュと一緒じゃん。そういらんことない。あ、でもただ技取れる。ただ技。ただ技取れんの？いや、だって一発食らったらなんか暗転して殴るじゃないですか。そうだね。スマッシュだとただ技、あ、早すぎて取れんのか。EX 百列とかは取れないけど、EX マッシュ。あ、取れない。あ、じゃあ取れないんだ。でもカウンターは取れるってことね。あ、一発目が吸ってれば。あ、それ欲しい。うん、欲しい。それでいい。全然欲しい、うん。だって、相手の攻めて止めれるんでしょ。全然欲しい。全然欲しい。俺、きつい、ね。上半身のみでいいの？あ、全然いいんじゃない？ぶっちゃけ。え、下段？え、下段も上段も取れたらやばくない？強くない？それ。いや、最強っす。さすがにやばい。上段だけでいい。もうどっちか選べるとかじゃなくて、上半身のみ。あ、そっか。いや、選べた方が面白いかな、そら。選べるのはちょっと。でも別にいいじゃん、カウンターぐらいなんだから。ダットリークロスカウンター、上半身だけだったろ？上半身だけだった。でも使ってないもんだって。使える技だと。使える技にすると。使える技だとしたら上半身、その上か下かくれないと、全くきつくね。全部下段でいいじゃん、なっちゃうじゃん。いやけどね、ああいうのって持ってるだけで強くて。降臨とかもさ、画面端交換になるから、置き攻めで技重ねるのめっちゃ嫌なんですよ。そうだよね。投げと市民やりたくなるもんね、やっぱね。そうすると相手も防御しやすいじゃん。重ねがない。3フレで重ねて、うん、そう、わかる。うん、それは無敵技と一緒じゃん、ぶっちゃけ。うん。まあ、無敵技は入れ替えじゃないけどさ。そう、無敵技より立ち悪いですね。うん。しかも減るもんね。減る。減るし、その後の氷設置できるしね。うん。まあ、画面端はできないけど。もう眠くなってきたわ。ちょっと。寝ますか。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。バイソン最強ってことだね。バイソン最強だよ。
大丈夫です。いやもうね、二度と2対1で喋んない。もう分かった。お前らはただ感情論喋っただけ。いや世の中のプロゲーマーみんなそうっすから。いやだからプロゲーマーみんなそうって言ったけど、じゃあ連れてきな、それを。誰が何て言ってんの教えて。そんだけイラつかされてんだよ、バイソンには本当に。いやでもイラつくのはね、分かるんだわ。いや俺全然嫌いじゃないし、イラついてもないんですけど。うん、まあ真実を。サンジャーまあおかしなことこと言うことがあるから、自分の感情とは嘘のこと言うこと よくあるから。いや、そんなことないよ。思ったことしか言わないよ。あでも嫌い、でも別に、やっぱバイさんムカつかれてると思うよ、さすがに。あ、そうなんだ。いや、コナがやっぱつま、戦い方がつまんねえ。あとループがやっぱダメだと思う。なんかループがなんか一番いかん気がしてきたね。あれだ、あれがなければ別にバイさん大丈夫だ。だって、孫とか別に強いって言ってないしね、バイソンは。あ、そうなの、いや多分言ってると思うよ。やっぱり最強じゃないっつってる。やっぱこれこいつはきついきついこときついっつってるし。はあ、はあははあ。多分梅原とかもそうじゃない。最強とは言ってないしあいつも。いやー俺なんか抜きさんにパワハラで五分にされたって話真に受けてたんですけど。はい。俺ちょっとその信憑性を疑います今から。あそうですか。じゃあホンダバイソンじゃあホンダバイソンじゃああれですか。バイソン有利ですか。いやそれは俺は分かんないです。両方あんま使えないんで、はい、俺は分かんないですよ。はい、うん、じゃあ信憑性がうんぬんの話はどっから来たんですか。大抜きは、大抜きはだから自分のキャラのことを、うん、弱いっていうのことに関してはね、国益、うん、だからもともとチュンリーとダットリーって、うん、チュンリーが7でダットリーが3みたいな話だったんですけど、うんうんうん、今日大抜きと国が、うん、議論して5部に持ってったんですよ。はいはいはい、らしいですよね。そうそう、じゃあ、ケイさん、それをサンチャが疑い出したって。疑い出しました、今のコクちゃんの話で。まあでも、真実は全員が分かってるんで。そうなんだ。いや、けど、バイソン、本当強いって、マジで。いや、だから弱いなんて言ってないじゃん。強いっつってんじゃん。で、俺はトップクラスじゃないよと俺思ってるだけみたいな感じ。ああ、いや、トップクラスだと思います。ああ、そうなんだね。サンチャはそういいけど、俺は違うからって感じ。いやいや、そうでしょ、キャラなんて、キャラさとかなんて。いや、誰が決めるわけでもないじゃん。まあ、そうなんだよね。完全に、あれでしょ、うん、その、主観じゃん、あんなもん。まあ、そうだね。あ、まあまあ、寝ましょう、もう。気になさそうなんで。いや、そうだね。はい。じゃあ、頑張ってください。待ちなさい。ありがとうございます。はい、はい、どうも。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、あいつらボロクソ言いやがって。ふざけるな。バイソンは最強じゃねえから。カプコンさんちゃんと聞いてください。そのままでいいですけどな、追撃はなしでいいかな。うん、国政治するとき数揃え、そうだな。ああマジでめんどくさかったわ。感情論でしか物言わないやつら、めんどくせえ。だ嫌われるキャラって分かってんだけど、でもなんか俺もまあ俺でつまんなそうなんだよな、相手がな、つまんなそうだからな。だからちょっとなんか楽しいキャラに変えてほしいな。竜のだったらまだ楽しいしな。対戦相手も竜だと面白いんじゃないか。でもだから楽しみだね。バイさん普通ですよ。いや普通ではない。強いと思うけどね。強いと思うよ。朝まで話して政治力で負けんの何回目。いやわかんない、結構負けたかもしれない。今のは 2-1 だしな。なんかあっちが感情論むき出してガンガン来たから、なんだよと思って。そんな強くねえだろ、ユリアの方が強いだろうと思っちゃって。ユリアンのが強いと思うんだけどね、俺は。まあ、人それぞれだと思うんで。パワープレイだったな。やられたな。しかも何も分かってねえ、ケイスケが。重ねるだけ。マジで叩かれる。抜きさんをバイソン使いにさせるのが近道。そうだな。でバイソン使えばちょっと分かると思うんだけどね。そのまあ、ナナイ君も言ってたんだけど。え、もっと幼稚なキャラだと思ったんですけど、全然幼稚じゃないっすね、つって。幼稚は幼稚なんですけど、ちょっとむずいんですけど、幼稚になるのも、みたいな。カプコンさんに任して、楽しく、バイソン使えるようになると嬉しいですね。つまんないキャラじゃなくて楽しいキャラにしてくれると嬉しい。